します。え、どうしたらいいんだろう、聞こえ、え、私のあやさんの声聞こえない、どうしよう。もしもーす。あれ、こっち。え、待って、あやさんの声聞こえない。ひくるちゃんどうしたらいい、私あやさんの声聞こえずに会話しちゃうんですけど、どうしたらいいですか皆さん。じゃあ私が全部質問、じゃあ私が喋ったことを。いや、私聞こえてない、あやさんの声。コメント欄で音量切ってる。うん、切ってない。あ、聞こえたかも。あ、あ、聞こえた。こんばんは、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。初めて。初めてです。ゆっきのことコラボ配信したの初めて。嬉しいです、一人目。一人目、嬉しい。え、でもさ、なんか声さ、やっぱちっちゃいのかな。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。なんか嬉しい、初々しい絡みです。そうです、嬉しいですね。でもこの間、この間さ、めっちゃさ、3時間ぐらい喋ったよね。喋りました。3時間ぐらい喋りました。気づいたら3時間ぐらい喋ってたんですよ。ずっと喋ってました。気づいたらもうめっちゃ夜だった。楽しかったです。でも声小さい。あ、あ、あ、かな仲良しや。え、でもケーキの先輩の方だったらあやさんが一番お話ししてます、うん、嬉しい。公演一緒に出てないのに。でも、そうなんですよ、公演一緒に出てないんですけど、全然喋ってないから。あの、みくるちゃんと、あと青木りかちゃん、うん、はいはい、が一緒に話してくれるくらい。あとはあんま喋ったことない、うん、優しいですもん、あやさん。ラーボール、あれだよね、エゴさんの話するよね3人ともなんか自分の好きな人の話で盛り上がっちゃうっていう相談、相談。なんかそのリカちゃんはこの間なんかずっとマヒコさんに好きっていうのを伝えるべきかっていうのをずっと迷ってて、でこの間会った時に行っちゃいましたって言ってた行っちゃいました、行っちゃいましたって言ってた。そうなんですよ、みんな自分の好きな先輩の話して盛り上がってました。だからなんかみくるちゃんとかにどう、なんて話しかけたらいいですかみたいな言って聞かれる。いや、本当にどうやって話しかけていいか分からなくて、あやさんにいつも相談してます。全然頼りにならない相談を。いやそんなことないですよそんなことないです。でもいつもリカちゃん言ってます、あやさんと古畑さんの2人見て、うん、私もああなりたいって言ってました。マキコさん、でもめっちゃ嬉しそうだった、ね、嬉しそうでしたよね。嬉しそうだった、なんかすごいニコニコしてたなのにすごいリカちゃんネガティブなんで面白い。本当に仲良しです。そうなんですよ、一番お話ししてます自分の足しか勝たんみたいなトークか。え、そうです、本当に。あ、これあれなんだ、コメント自分の方のやつにしか見えないんだ多分。そうなんですよ。そっか、なるほどね。じゃあ読もう、いっぱい。え、でも私もあれフォルダ作りましたよ。あ、本当に。私はあの、そう、なんかなおさんのフォルダーがあるんだけど、あれはあの平野ももなちゃん、ももたんが須田さんのやつを作ってて、はいはい、絶対作った方がいいよって言われて作りました。おすすめしました。これはまだ全然そんな、矢子さんとコラボ配信してたね、見た。あー、しました、以前しましたね。すごい、だってそんなもう仲良しじゃん。いやそんなそんなそんな全然です。もっとお話できたらいいんですけど。でもエゴさんが全然目合わせてくれないって言ってた。いくらちゃんは、いや、未だにでも全然目合わせられないですもん。出た、可愛いもんね。
ダイヤさんマジでパフォーマンスすごい。すごいです、本当に。6年、6人公演も見ました。え、さ、今度、あ、今度さ、M さんとさ、一緒。本当ですか？11日ですか？そう、11日。あ、見ますね。ミクロちゃんが緊張して喋りはけれないって言ってましたって。本当に緊張しちゃうんですよ、エゴさんの前だと。可愛いっていう単語しか出てこないんです、エゴさんの前だと。何、ね、何話したらさ、いいんだろうね。難しいよね。そうなんですよ。何が好きなのかなって思って。でも、エゴさんは、あざといから。あざとすぎませんか？ね。あんなにあざといのはもう。ガチ恋が増えちゃう。いや、増えちゃうと思います。悲しいですもん。悲しいですね。ミクルンのことよろしくお願いしますって。ファンの人から。優しい。なんかありがとうございます。キューピットになってあげてって。面白い。でもさ、なんか、異性のことをさ、あんまり、はい、絡んだことないから意外と先輩のこと知ってるんだなって思った。私なんて知られてないと思ってたもん。十期の。いやいやいや、知ってます知ってますよ。なんか前も話したけど本当にびっくりした、知ってること。知ってますよ全然。あんまだって関わらないもんね本当に。そうなんです、あんまりなんか関わる時がなかったので。でも今回結構皆さんとお話しした。でもなんか、ミクルちゃんはコミュ力高いって、ナヤンが言ってた。そんなことないですよ、全然。言ってた。嬉しいです、でもそれは。でも、あれじゃない、一番。お互い最初の印象？お互い最初の印象。エゴさんとチュリさんが可愛いって言ってた子。それ、なんかそれは、まだめっちゃいい印象じゃないですか、そんな。それをなんか言ってて、うん、この子だと思って見てた。その、お仕事。そんな、エゴさんとチュリさんなんてもうそんな、大関係な。めっちゃ覚えてる。嬉しい。嬉しいです。あやさんの第一印象は、なんか女子力高そうな、おお、じゃあ、そりゃ、じゃあ、そのまま持っといていただいて。実際は、本当に。わかんないけど、そう思っといていただいて。お願いします。思っときます。今でも思ってます。はい、女の子。じゃあ、まだバレてない。思ってます、全然。まだバレてないんだ。第一印象。あ、でもツインテールの印象はありました。あ、そっか、ずっとツインテール。ツイン、でもジュッキーってさ、全員ストレートだよね。そうなんですよ、全員ストレートで。でもまだ全然ヘアアレンジとかできなくて。だって見て、もうツインテールすぎてこんなにハゲちゃった。言ってましたね。ツインテールばっかしてて。危ない。本当にハゲ。もうする予定はないんですか、ツインテールは。でもやっぱさ、ツインテールってさ、あれじゃない、なんていうの、たまにするとさ、レアみたいな、かわいいみたいな。ああ、ありますね。ある、でもずっとしてるとやっぱ慣れてきちゃって、ツインテールしても何の感動も生まれない。うん、なるほど。ちょっとやっぱやらない期間を作って、うん。やったらみんな湧いてくれるかな、みたいな。なるほど。やっぱアイドルのツインテールって見れるのやっぱ嬉しいですよね、うん、ね、好きな人の。いいな、ツインテールやれるようになりたいです。なんかやって、写真見たことあるよ。あ、写真？なんか、リハの時とかはたまにやってるんですけど。今回のリハずっと変な感じだったりしてた。可愛かったですよ。プリキュアやってた、プリキュア。可愛かったです。流行ってて、ちょっと。他の子もやってたの。プリキュア部屋ですか？ SK 流行ってるわ、と思って。だからじゃあ私もいつか。うん、こうやりますね、プリキュア部屋。ゴムあげる、かわいいやつ。はい、本当ですか。やります。じゃあ、あやさん頼りになる。そうなんですよ、いつも頼ってます。頼りになることした今。
でもなんかやっぱお話聞いてくださるだけで頼りになりますよ。めっちゃびっくりした。なんかさ、ジュッキーってやっぱ初めて、後輩初めてだし、うん、9期だから、そんな、こんなやつに相談してくれると思わなかったから。いやいや、なんか、します、します。何も言えなくて申し訳なかった。話楽しかった。え、全然ですよ。聞いてくださっただけで、ほんといろんな話を。楽しかった。嬉しかったです。そうなんですよ。あやさんも K2 なんで、本当に一緒に活動できたら嬉しいです。K2。私、研究生。羨ましいですもん、K2 は。本当に。研究生のさ、最初の方の時からさ、意味もなくこうやって写真撮ってた。私は意味もなく、意味もなくそのポーズしますね、じゃあ。やっぱじゃあでもさ、小学ってわかんないよね。絶対来るって思ってても違うとこ行く子とかもいる。うん。K2 がいいですね。面白いよね。なんか。批判も楽しかった。うん。でも結構、あやさんにはアドバイスもらったりしたんで、どうしたらいいですかみたいな。アドバイス？なんか、青春ガールズ公演の、うん、時もどうやったらいいですかみたいな。そうだ、みっちゃんとめちゃくちゃあたふたしちゃった。みたいな。でも教えてくださってすごい嬉しかったです。頼っちゃったんですけど、その時も全然こんな人いつでも話しかけてた。嬉しかった。なんかだってさ、もうすぐ1年とか。そうね、そうです。そう考えたら全然関われてないなぁと思って。そうなんですよね。全然お話できてないので。公演とか始まったらね、アンダーとかあるから関わる機会も増える。たくさんお話ししたいですね、先輩と、うん、でも一番なんか喋ってるイメージ、先輩と。本当ですか。うん、写真も見たし。あ、写真は結構好きな、なんか結構いいですかってお誘いしたんですけど、うん、でもやっぱ一番距離を縮めたいエゴさんには全然お話ししない。でもさ、なんていうの、こうやって名言っていうの、好きって、はい、さ、なんかショールームとかブログとかメールとか言ってたらさ、意外と伝わるくない？伝わります。結構すぐ伝わってびっくりしました。そうなの、そうなの。だから気をつけて。すごいですよね。そう。早いと伝わるのが。本当に何でも伝わるよね。伝わります。だから、意外と、エゴさんもさ、絶対、知ってる気がする。いや、でもなんか、あんまり言いすぎて、なんかちょっと惹かれちゃうんじゃないか。わかる。めっちゃわかる。私、だって何回もさ、嫌いになろうって頑張った。何回も嫌いになろうと思って、頑張って、もう泣きながら生きてたけど、なんか無理だった。かわいいです、それは。無理だった。から、これからも好きです、ごめんなさいって言った。めちゃめちゃかわいいじゃないですか、それは。から、もうね、無理なんだよ、そういうな。待って、さっきリカちゃんも同じこと言ってたって。早い。諦めない。ムカちゃんもね、重症なんでね、もう。ね、意外、めっちゃ意外。え、本当ですか？リカちゃんって、先輩、好き好き、言いそうになくない？なんか、イメージ、見た目とか。イメージないですね、あんまり。だからびっくりした。マキコさん、マキコさんへの愛は本当にすごいですもん。ねえ。でもなんかさ、言うか迷ってたあたりがさ、ガチだよね。ガチです。結局泣きながら言っちゃう。泣きながら泣きながらなんか言ってました。面白い。5分に1回はマキコさんの名前言ってます。すごいね。でもさ、私もさ、絶対なんかあとちょっとしたらもう好きなのじゃなくなるんでしょみたいな、なおさんに言われてたけど、気づいたらずっとだった。
えーね、でもやっぱり先輩方はやっぱ思うんですね。どうせちょっとしたら、みたいな。ね。やっぱ思っちゃうんですね。ね、絶対ないですもん、そんな。泣きながら面白い。見たかった。泣きながら言ってました。でも写真撮ってくださいって言ってるとこ見てて。よかったねーって思って。そうなんですよ。拍手してたら。ベストでした。何の拍手って言われて。相談されてたんですよって言ったら、めっちゃ嬉しそうだった。嬉しそうでしたよね。嬉しそうだった、マキコさん。嬉しそうでした。今さっきショールームでマキコさんへの愛は語ってたよ。面白い。みんな語ってる。でもやっぱりリカちゃんも、アイヤさんに結構マキコさんの話、多分一番してると思うんですよ。で本人に言う前から聞いてたもん。いやでもなんかすごい嬉しがってました。あやさん優しいって。でもね、こういうのにね、ファンの人も付き合ってくれるから、面白くしてくれるから。ありがとうございます。ファンの方本当に優しいですね。このオタ同士と来たらすいません。私はオタクじゃないんですよ。そうなんです。オタクじゃないんですよ。違うんですよ。そうです。そうなんです。オタクの好きじゃない。多分、リカちゃんも同じこと言います。リカちゃんオタクじゃないですって絶対言います。オタクじゃない。今、オタクじゃないです。リアンとサンちゃんのコラボしようとしている。サンちゃんって、カナンさん、コラボしようと。絶対それ、マキコさんの話するためですよ、コラボは。沢田かのんちゃんってさ、コント劇出てた子だよね。あ、そうです、そうです。だから、なんかさ、言ってなかった？仲いいから、みたいな。そうなんですよ、なんか、まきこさんと一緒になんか。なんで、すごい、聞いてました。どうしたらまきこさんと仲良くなれるのって聞いてましたもん。それはもうあれなんだね、なんか嫉妬して言えないとかじゃなくて、ちゃんと正々堂々と聞きに行って。え、でも最初はちょっとなんか、嫉妬してました。悔しいみたいな。ま、なんかカモンちゃんいいなみたいな。なんか最後なんか写真を撮った後に、うん、なんかすごいリカちゃんルンルンだったんですけど、うん、カモンちゃんとマキコさんがおしゃべりしてた時になんか軽くなんかちょっとハグみたいなのしてたの、リカちゃんが見て、もうそれでもうテンションがすっごい落ちてましたもん。重症重症。え、重症結構、で、なんか帰りのバスの中で、マキコさんと一緒だったんですよ、リカちゃんが。うん、で、ずっと喋ってて。よかった、ね。なんかもう重症だねって言われてました、本人から。喜んでる。サンちゃん逃げてって、コメント。いや、本当に、ガチ、もうファン、オタクじゃないのでね、もう。だってもともと好きとかじゃないんだもんね。あ、リカちゃんもともと好きじゃなくて。私も SK 入る前知らなかった。本当に。聞かれないか不安なんですよね。え、でも、そんなことないよ、エゴさんは。もっと好きになってって感じじゃない？エゴさんってイメージだけど。いや、もう本当になんか見るたびに好きになるので、なんかアーカイブ見るたびにもう好き、うん、好きってなっちゃいますね。ねえねえ、ラムネの飲み方公演のさ、皇帝の声になって、2曲目の曲の、はいはい、あの、犬の、なおさんが超可愛いから、見て。わ、はい、かりました。見ときます。見ときますね。もう、本当に可愛いの。ワンワンって言うんだけど、本当に可愛くて、はい、私はあそこから先に進めなかった。本当に可愛い。あ、めっちゃ、見ときますね。本当に可愛いから見てね。なんか、モニターでは見てたんですけど、なんか、犬のは。けど、そこは見れてなかったので、じゃあ見ときます。見ときますね。いいよね。え、じゃあ私も逆に会いますね。はい、お願いします。会いたかった公演の、はい、リオの革命の2番のエゴさんのパートが可愛いので見てみてください。はい、あ、なるほど。2番のエゴさんのパート。わかりました。え、でもさ、ユニット一緒にやってたよね。あ、やってました、ユニット一緒です。可愛かった、あれ。言おうと思ってた。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、そんな。なんだこの配信はって。すいません、なんか。でもね、これ、 これにリカちゃんがいたらめちゃめちゃすごいことになってます。また話そうね、3人で。ありがとうございます。ファンの人にも伝えたい、この可愛いところ。見てほしい。
え、伝えたいですよね。伝えたいです。今何時だろう。今は9時52分です。あ、もうすぐ。私も10時までしかできない。もうそろです。そうなんですよ。でもなんかさ、レッスン、はい、レッスンのさ、動画レッスン V?、うん、で、なんか、一緒に、一緒の、なんて言うんだっけ、フリーみたいな。とか、保存するあるあるみたいな。はい、話したよね。一緒に、近いとこあるあるみたいな。そうね、GoPro だと画質がいいので。そうそうそう、私は、さっき話してたんだけど、ラムネの飲み方のダブルアンコールの歌割りが一緒のとこを保存したって話をしたら、ミクルちゃんもエゴさんとなんか近いとこ保存してたっていう。保存してます。あるあるです。しっかり保存してます。本番どうだった?映ってた?本番は?本番は、やっぱり自分は真正面向いてるので、うん、顔がわかるんですけど、エゴさん後ろ向くので顔がわからなくて。あ、そっか。ちょっと残念でした。悲しかったです。ね、難しいよね。映んないもんね。いっぱいいると。そうなんです。愛が重くて画質悪いぞ。どういうこと?重いんだ。すごい。すいません。クラブ配信に美肌機能がついてる。え、思いました。つきましたよね。うん、なんか最初ぼやけすぎてて何かと思ったら。美肌機能こうだった。じゃあこれからいっぱいできるね。コラボできますね。誘ってください、ぜひ。ね、でもさ、連絡先わかんないからさ、こういう、たまたま。あ、でもなんか連絡先がもう交換できる。あ、そうなの?なったので。あ、なったの?今度会ったら、しよう。なりました。え、すごい、よかったね。え、嬉しいです。じゃあ、エゴさんと交換できるって。ありがとうございます。したいです。でももうさ。あ、あれもありがとうございました。インスタも、ストーリー。あ、そう、載せちゃった。嬉しかった。ありがとうございます。でも12周年終わっちゃったから、もうさ、会える機会が。そうなんですよ。本当にないよね。なんだろう、なんだろうね。ないんです。本当にないよね。ないですね。もうショックですもん。なんでも公演の練習とかレッスン場しに行くから、たまたま会えたらって感じかな。え、本当ですか?うん。でもね、本当に。会いたいです。悲しい。みんなにずっと会えてたのに、急に会えなくなっちゃって。そうなんですよ。それが結構悲しいです、ね、もう。でも連絡先交換できるなら、いつでも LINE できるし。そうなんですよ。楽しみだね。できます。嬉しいです。はい。でもね、ショールームも時間制限もなくなったし。あ、ね、なくなりましたよね。私は何でも知ってるんだ。私は何でも知ってるんだ。そう、パチ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 。また、みんなに会えたらいいね。会いたいですよ。会いたいです。こんな面白い配信初めて見た。嘘!これはみんなから見たら面白いの。それならよかった。面白いですか?皆さん。よかったです。ありがとうございます。あ、あと5分で。あと5分。早い。壇上とか読んでる?いつも。え、読んでないです。なんか名前呼びまでダメなんで。ね、なんかさ、あれだよね。1文字だけもダメみたいになったよね。あ、そうなんですか?本当にダメになった。厳しい。ね。また、それも治るといいですね。ね。治るといいですよね、うん、良きコラボ配信ですって言ってよかった。あ、ミラーボールだ。イエーイ。ねー、すごい。ミラーボールがありがとうございます。ありがとうございます。私たちはこんな感じの関係です。こんな感じの関係です。はい、こんな感じです。私が1個年上です。ちなみに、あ、そうです。あやさんの年上なんです。なんか同い年感すごいなーって思ってました。嬉しいです。話しやすい。嬉しい。イエーイ。楽しかった。楽しかったです。ありがとうございます。またしたいです。ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ、ありがとう。
ありがとうございます。え、このままさ、10時迎えちゃって大丈夫？え、どんな感じで切った方がいいんですかね。私はいつも切れるのを待ってる。バイバイって。あ、そうなんですか。え、切れるんですか、こ れ、そう、勝10時手ににパ切ッれて。る、10時に。そっちの方がいいんですかね。私はなんか切るのめんどくさいから いそうついうこもとで待っすて。か？よし、切れたって思って。ありえ、じがゃあと自動的に切れるのを待とうかな。う。ありがとうございました。見てくれて、皆さん。ありがとうございます。今何時だろう。てんてんてん。今は57分です。お、あと3分だ。ありがとう。あと3コンビ分。名考えたいね。私、コンビ名、本当にないんだよね。誰ともない気がする。誰とも。何します？募集します。切れるま募での集時し間。ます。切れるまでの時間募集します。募集します。何 かあっ本当にたら。ないんだよね。なんかさ、ファッション for you の、なんかコンビ名みたいな、なんだっけ、コンボみたいなのがあるんだけど、なんか、ナオさんとのコンボがなんか、フルアーヤみたいな。なんでそうなったみたいな。そアールン、う。あやくる、うん、あやくる、なんだろう、かわいいの皆さん、なんか、はい。じゃあなんか募集します。ツイッターに書いててくだ募集さしい。ます。かハッわシュいいやタグつ。つけてくれハッたシュら見タまグ、すね、じそうゃあ。です。名前つけて。見ますね。お願いします。じっくり考えてくださおい。願いします。今時間ないんでかわね。いいので、おかわ願いいいのおし願まいす。します。こんな、これかわいい感じで。おか願わいいいしのがまいいです。す。お願いします。かわいいの募集します。あ、そういうことか。お願いしえ、まーす。お願いします。ぜひ。おかみくって、やめてよ。なんで私だけ名字なの？ なんか、普通のさ、名前みたい。一人の名前みたいな。確ルーンは可愛いですね、でも。かに。大丈夫？アイルーンルン。しか入ってないけど大丈夫？ なんか、私の名、確か私のにニッルーンクしネーかムみ入ったいにてなっなちゃう。い。ねえ。確かにアイルン。確かに。なんかありますかね。かわいいやつ。じゃあ皆さんつけといて、ハッシュタグでお願いしおま願す。いします。もうすぐ切れるかな？切れ見まてすくね。れ。